はい、いつも通りです。そんな変わりもなく。まあでも、9.5 度だからなのか、結構リカバリーも順調で。だから、まあ、あとは、まあ、どう動けるかどうかは分かんないですけど、あそこが楽しいです。まあ、そこも含めて新たな挑戦ではあるんで、楽しみです。はい。いろんな意味でワクワクするんで、まあ、新たな階級ですし、そうだからこそ、まあ、最初から最後まで楽しんで僕らしくやろうかなと思ってます。まあ、両国すごい会場広いですし、まあ、相撲で有名な会場なんで盛り上がるのが最低条件だとは思うんですけど、だからこそ、はい、もうあくまでも静まり返るような KO 劇を多分お客さん自身も楽しみにしてると思いますし、本当に一瞬で相手の糸が切れるような、はい、KO 劇を見せたいなと思ってます。いやー、まあもう絶対倒します感じですよね。マジで倒します。前回なんか広く感じて、あの横浜の時なんか今日嫌な感じだなと思ってたんですけど、今日は全然いい感じに、広くも感じなかったし、いいんじゃないかなって感じですね。じゃあまさに今日、いや、マジで倒します。仮に苦戦したとしても倒します。期待していきます。ありがとうございます。
応援ありがとうございました。6月本当に悔しくて、そこから倒せるようにクレストのトレーナーさんたちとゼロから、作り上げてきました。倒せてよかったです。そして今回本当に絶対 KO で正明さんにつながないといけないなって思ってて、つなげてよかったです。正明さんつなぎました。9月横浜あるみたいなんですけど、自分も出たいんで、この通りノーダメージなんで、またオファーください。ありがとうございました。第2回 K-1 ワールドグランプリ女子アトム級王者、菅原美恵七段。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミスだな、マジで。すごい。大輔さん、マジで。もろ、よっしゃ。もろ入って始まったね。はい、もう一発目だったから、はい、モロ入ってってなったから、これで倒すのか、他も削るのか迷って、うん、ああ、いいんだよ、上に見せて腹で、いいんだよ、いいんだよ、あれでいいの。でも短い時間だったっすけど、うん、結構意識してできたんで、うん、そうだね、考えて戦ってんなとは思った、はい、ブロックも力抜けたし、うん、そうですね、本当に連戦で1ヶ月後の試合ですけど、すごい長かったっていうか、苦しかったし、積み重ねてきたんですけど、本当この試合に上がるまでなんか、ま、大変でいろいろあったんで、ま、自分の中で試練だなっていう位置づけの試合だったんで、ま、結果としてこう倒せて、やっぱ努力は裏切らないというか、いい経験になった試合ですね、はい、でもなんか不思議とまだ冷静というか、もっと世界には強い選手がいっぱいいると思うんで、そういう相手にこういう勝ち方をしていかないと、ね、チャンピオンなんで、そこは冷静にこう浮かれてないので、うん、またさらに積み重ねていくって感じですかね、はい。こう前回はやっぱいろんなところを効かせすぎて結局倒せないっていうところだったんで、もう本当に腹、足、頭というか本当絞って頭の中である一つの倒し方のイメージ通り倒せたんで、うん、よかったなと思いますね。本当あれは結構本当に手応えありました。めり込んだというか、でも結構2ヶ月の前に振ったりいろんなチラシの中で入るなと思って確信して蹴った蹴りだったんで、うん、まあ良かったですね、はい。6月の試合前のインタビューで、まあ、野望が言えないけどあるっていうのは、今年年内の K-1全部出ようっていうのが、まあ、自分の野望だったんで、うん、まあ9月も出て、はい、全部出たいなと思ってます。まあやっぱ、ね、こう名前を知ってる選手、まあ、自分はあんまり、ね、こう詳しくないっていうのはあるんですけど、なんかファンの人にこうどっちが勝つんだみたいな、そういう試合も持っていうか、そういう試合をしていかないといけないと思ってるんで、うん、まあ用意された相手を自分は万全に仕上げて、これからも倒していこうかなと思ってますね、はい。
なんかこうバチッとやっぱ KO っていいですね。はい、本当に本当に長かったっす。1ヶ月でしたけど本当に長かった。よかったです。よかったです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なかなか相手が決まらない中、アマンショー選手来日してくれて対戦していただきありがとうございます。感謝します。ありがとうございました。ちょっと今までは、まあ、来るもの拒まずでオファーがあれば誰とでも誰との試合でも受けてたんですけど、もういいでしょう。さすがに世界の強豪と戦わせてください。そして選ばせてください、僕に。本当にこれからはもう世界のトップとしか試合していかないんで、これからの野入正明、世界に挑戦していく姿を楽しみにしておいてください。今後ともよろしくお願いします。後半2試合タイトルマッチあるんですけど、まあいい形でバトンを渡せたと思うんで、
はい、最後の最後まで楽しんでいってください。今日はありがとうございました。してもああいう勝ち方してくれるんで、うん、もっと強くなって追いかけていきたいなと思います。差は縮まってますか？いや、縮まんないですよね、まあ、だからこそ追いかけがいがあるんで、はい、これからも頑張ります。はい、ありがとうございました。疲れてないよね。そうですね、はい、息も多分そんな汗もそんなかいてないんで、はい、まず、まあ、今回、まあ、予言通りの、はい、まあそうですね、まあ、KO したのは KO するのは最低条件だったんで、安定とかまでいったら僕の負けだと思ってましたし、どうですか会場の感じ、どうでした？シーンってなって、シーン、おわーってなってました。じゃあ僕ヨナ選手って言ってたんで、はいはいはい、グワーでしたね。じゃあ大丈夫です、はい、トップじゃないですね、まあ、本当に会見でも言わせてもらったんですけど、うん、全然本当に強い選手ではいるんですけど、やっぱりじゃあ世界のトップかって言ったらそうではないんで、でもまあ世界の選手には変わりはないです、はい、うん、やっぱり、ね、この時期にやっぱり当たり前のように試合ができるっていうのはなかなかないんで、そういった中でも、うん、試合も相手が決まるまでちょっと2点3点しましたし、その中でもやっぱりオファーを受けてくださって、アウェーじゃないですか、もう何時間もかかりますし、本当に、ね、万全な状態での試合じゃなかったかもしれないんですけど、そういった意味でも試合を受けてくれたことには感謝しかないです。まあ、やっぱり今70キロで世界のトップで言ったらグレゴリアンだったりアラゾフだったりスーパーボーン選手だったり、その辺がもう当たり前のように名前は出てくると思うんで、そういった選手たちと、うん、やらないとやっぱり世界最強、世界って言ってて、まあ、散々やっぱ言われるんですよ、うん、SNS でも、もう分かってるからって、うん、僕は思うんで、そういった選手たちと、はい、交わることがあればいいなと、はい、ね、カイト選手も今回海外でグローリーの、うん、アウェーの中タイトルマッチやりますし、お互いが、まあ、僕がどうなるか分かんないですけど、海外でどんどん試合することが増えていけば、おのずと多分世界で、うん、どっかで交わることが絶対あると思う、同じ階級ですし、そういった時に、うん、盛り上がった上でやりたいですね、はい、でももうそこで抜いてしかも、ね、はい、もうはい、もう今後は選んでいきたいですね、はい、でもう連戦でもう僕は多分やんないんですけど、連戦なんてでも連戦する中ちゃんと、ね、KO で繋いでくれたんで期待に応えなきゃと、はい、いつまでも追い越させないような姿を見せなきゃいけないなと思ってたんで、うん、いいプレッシャーを、はい、与えてくれました。距離は全然縮まんないって言ってほしい。まだまだ突き放します。キングタイムは宇野選手が早かったです。そうですね、はい、まあ、それはさすがでしたけど、うん、まあ、僕はちょっといろいろ試したからっていうのもあったんで、うん、あんな感じになっちゃったんですけど、はい、狙ってたのはそのゲランの三日月なんですけど、まあ、今回相手の構えだったりとかがちょっとあって、
うん、思ったように出せなかったんで、まあ、次回もお楽しみということで、そうですね、もう本当今後は世界のトップと言われるような選手たちとしか試合しないつもりなんで、世界に挑戦していく上野正明の活躍を楽しみにしておいてもらえたら嬉しいなと思います。はい。